初公判が2006年の9月4日だったんですけど、うんうん、9月3日のフジテレビ、夕方のスーパーニュースで、うん、どういうニュースが流れたかっていうと、堀江被告、スイスに約300億円の隠し資産があることが判明しましたって出るわけですよ、うん、だからそういうレベル、まあ、事実だったんですか。いやだからちょっと待って、はいはい、はい、スイスに300億円相当のライブドアの株券とか、うん、その他の資産があるのは確かです、うん、これは事実。それは隠し資産じゃなかった。隠してないから。うん、要はスイス銀行とかっていうと、もうゴルゴ13の世界です。だからつまり、いや、クレディ・スイス銀行とか UBS とかっていうのが分かんないんですよ、まず。要はスイスだって、うん、スイスって言ったら多分スイス銀行しかないと思ってるんですよ。スイスにはスイス銀行って銀行が1個しかないと思ってるような感じ、もやっとした。で、日本と一緒にそれ銀行いっぱいありますわね、やっぱり。いや、よく分かったわ。どうしたらいいんだろうね。いや、そうか、俺はでもやっぱりどっかでいいものに人が来るって信じたいとか、逆に言うとね、その愚かささえも一つの適応、何かに対する適応だって僕は思ってるので、生き物としては。だって実際みんな生きてるわけじゃん。そのフジテレビのニュース見て、テレビ朝日のニュース見て、新聞読んで、それを信じて、で、なんか生きてるでしょ、うん、ってことは、これ生物としては見事な適応なんで、それを愚かだと言えないわけ。何回適応してる、俺の生き方じゃない。もちろんそうです。それは僕の人生の中でも、うん、自分も愚かだったと思うんですよ。いやだって僕すごい愚かだったと思うことがあるもん。もう恥ずかしくて言えないけど、大学の受験をした日に、うん、東京の知り合いにとんかつの前線に連れてってもらったんですよ。おうおうおう、箸で切れるとんかつ、うん、めちゃくちゃうまいじゃないですか、うん、で、僕実は生まれて初めてとんかつを食ったんですよ。え、九州ない。いや、まあ、ごめんなさい、正確に言うと生まれて初めてとんかつをうまいと思った。ああですよ、うん、それまではなんか給食とかで出てくる、あ、まあ、なんか光見たようなとんかつしか、もう硬い肉の、とても豚肉とは思えないような豚肉を使ったとんかつしか食ったことなくて、とんかつは僕の中でまずいものっていうイメージだったんですよ。で、それが前線いきなり行って、なんだこれだと、うん、これは世界一のとんかつなんだ、恥ずかしくない。今思うと、いや、俺は恥ずかしいと思わない。だってそれは情熱の表れだよ。そうなんだけど、いや、素晴らしいと思います。それってやっぱりこう、そんなもんじゃない、バカじゃないですか、当時の僕って。20年いや、でもその情熱があるから今ここにいる。まあまあそうなんですけど、そうなんですよ、うん、だけどみんなはやっぱ恥ずかしいことだと思っちゃうし。いや、俺は思わない。まあ、それは素敵なエピソードかもしれない。そうだから、たまに言うんですよ、俺、久能前線のとんかつが本当好きだったよ、みたいな。日本人ってまず国家ありきなんだよね。国家がありきで、国家の構成員として個人がいるんだけど、うん、アメリカ人ってやっぱりもう根本的な思想として個人がいて、個人の財産権があって、個人の幸福追求権があって。だ、まあそうですよ、だからイギリスの時代からそうです。そうだよね。で、国家というのはその個人の幸福追求権とか、それをまあサポートする限りにおいては存在は許してもいいっていう程度なので、もし国家がその個人の幸福追求権とかを侵害するようになったら、今回のティーパーティームーブメントもそうだけども、個人はそういう反逆する権利がある。その歴史的な、その国家の成立を考えれば、うん、そっちの方が自然は自然ですよね。もともとはね、社会契約論とかそういうの。そうだから一番最初はだって個人だったわけだから、うん、個人でなんかジプシーみたいな生活をしてたわけですけど、でそれでみんなが集まって、より集まるようになって、濃厚生活をするようになった国家が。だからさ、その公職選挙法で選挙期間中は、例えばツイッターもできないとか、ああいう発想って基本的にアメリカ人には受け入れがたいと思うんですよ。その自由が基本だから、自由を制約するとしたら、よっぽどのことがなかったら、やっぱり。いや、でもね、あれね、受けられない。あれね、多分やっても、うん、訴訟になっても勝てると思いますよ。だってほら、あの人やったじゃない。ああ、ツイッターでやっちゃったの。うん、あの人やってたじゃない、阿久根市の市長、竹原さん。ちょっとクレイジーですけど、彼も。選挙期間中にブログ更新してましたよ、彼。え、大丈夫だったの？大丈夫
だから多分ね、あの文書とかの配布を禁止するっていうところに触れるっていうふうに選管は言ってるけど、まあ多分大丈夫なんでしょう。みんなやっちゃえばいいか。みんなでやったら特に大丈夫だと思いますけど、それ選挙違反であげたらお前おかしいだろうみたいなことです。最終的にね、解釈が向こう側に委ねられてるっておかしいでしょ。そんなまあおかしいですよね。だからそれはもうなんかカモンローの考え方ではないんですよ。日本のやっぱり日本の法律体系っていうのは、法体系っていうのはもともとそのお知らせがあって、お知らせのシステムに一番合致してるその大陸法のいいところだけを取ってきてますから、基本的には。そうだね。そうなんです。もう完全大陸法で国家訴追主義なわけですよ。だからで国家訴追主義なんだけれども、全部訴追をするかっていうとそうではなくて、うん、でその検察官の裁量権が認められていたりとかするので、そのものすごいいいとこ取りで、すごく僕は一番近いのはやっぱり江戸時代のお知らせだなっていう。ああ俺この前見てきたな、お知らせな。お知らせの時代っていうのは検察官と裁判官って一体だったわけですよ。だから遠山、ね、遠山銀さんが自分で捜査をして今もあんまり変わんないじゃん。隠密捜査をして捕まえて、だってそうですよ、だって有罪率 99.7 だっけ、9だ、はい、あの 99% を超えてるのは。だから一体どうしちゃうんだって。いや、それで僕一番びっくりしたのは僕の弁護士をやってくれた人の一人が元検察官なんですけど、はい、僕はあの裁判官もやってたんだよねって言って、えみたいな、ええどういうことですか、どういうことですかって聞いたら、いや判検交流っていう制度があるさみたいな、うん、いや判事と検事が交流するから判検交流なんですけど、検察官になると何年か経つと、まあ希望者なのか選ばれた人なのか3年とか裁判官やるんですよ。本当に判決も書くんですよ。みんな仲間ってことね。いや結構仲間ですよ。いやだから刑事処分を食らったことがない人って、うん、あんまりピンとこないと思うんですけど。